の日記帳。僕はサダク、旅の霊媒師だよ。あなた、嘘つきね。どうしたの？じっと見て。私の顔に何かついてる。こんな街、ろくなところじゃないわ。早く立ち去りなさい。あの子、どこかで会ったことある？そういや。偽の世界の子供の町、あそこの女王にそっくりだったですよ。そういえば、でも雰囲気が全然違ってたのによくわかったわね。あんたらの目は節穴ですね。そんなんじゃガラクタの良し悪しは見分けられないですよ。Thank you.
ついてこい。最強に近づいたな。わしは役に立ちませんよ。街の入り口で会った人ね。パパなら留守よ。何の用？それ。それ、姉さんの日記帳。ねえ、返して。
この日記帳、ずっと探してたの。あなたは？私はルコリア。この日記の持ち主であるリゼロッタ姉さんの双子の妹よ。これはね、リゼロッタ姉さんの遺品なの。珍しく部屋から出てきたと思ったら、玄関先で立ち話か。お前には他にやることがないのか？パパは、毎日、お忙しいものね。姉さんの墓参りなんて、忘れちゃうくらい、大変なんでしょう。子供が大人の仕事に口を挟むな。あんな恥さらし、娘でも何でもない。旅の方、せっかくお尋ねいただいたのにすみませんが、今は立て込んでおりましてな。今日のところはお引き取りください。日記帳、届けてくれてありがとう。それじゃ、さよなら。遺品だと？女王様は、偽の世界で元気に女王様やってたのに？偽の世界は単なる作り物でなく、真の世界とお互い深く関わっている。そうなんだと思います。どういうこと？みんな、偽のセレドの街で何を見たの？いや、実はな。
ルコリアさんは偽の世界を知っている。どうやってブレイブストーンもなしに。おや、見ない顔だね。僕はサダク、旅の霊媒師だよ。君は普通の人とは魂の色がちょっと違うね。うん、名前は、ああ、僕は悪霊からこの町を救うために来た。何かあったらいつでも相談したまえ。手紙届けてきてくれたみたいね。言わなくても私にはわかるの。今日あの方がいらしたわ。ルコリアからの手紙を届けてくださったのだけど、なんだかわけのわからない話をするの。シェレダの町がもう一つあって、そこで私たちは死んだことになっているとか。ルコリアが無事だと分かって少し安心できたけれど、一体どういうことかしら。あなたに返してもらったこの日記帳ね。読んでみたら、姉さんが死んだ後の日付も日記が綴られていたのよ。この綺麗な字は確かに姉さんの字よ。天国にいる姉さんの書いたことがこの日記帳に浮かび上がってくるみたい。大人たちや私がいなくなったこと、使い魔のムッチーノや魔人のこと、それからある旅人のこと。あなたを試すつもりでお使いを頼んだけど、やっぱりあなたは姉さんのところに行けるのね。姉さんたちのこと
詳しく説明して。フィーロ、ミザール、ミラカ、みんな、あの崖崩れで死んだ子たちだわ。あなたが行ったというセレドの町は、死んだ子供たちが住んでいる町なのね。どういう理屈かわからないけど、この日記さえあれば、私はずっと死んだ姉さんと繋がっていられる。それが分かっただけでもよかったわ。これは、姉さんに手紙を届けてくれたお礼よ。いざ尋常に勝負です。
ありがとう。ちょっと気力が戻ったよ。子供たちの幽霊が現れるって話を聞いてから不安でしょうがなくてさ。いつでもお話に付き合いますから、そう思い詰めないでください。少しずつ現実を見据えていきましょう。ほんといつもすまないね。町長さんとこも娘さんを亡くしてて辛いでしょうに。私は町の皆さんが元気でいてくだされば大丈夫ですから。さあ、ご主人が心配されますよ。そろそろ戻りましょう。おや、その包みはもしかして私が頼んだものですか？それでは引き取りましょう。地震かい？教会が。あの声は。今の声は何だい？もうこんなの嫌だよ。やっぱり幽霊の噂は本当なんだ。死んだ子供たちはあたしらを恨んでて道連れにしようとしているんだ。フォルナタン、教会が。空の色も何がどうなっているのですか？あら、皆さんこんなところでぼーっとしてどうしたんです？いえ、何でもありません。さあ、気をつけて教会の中に入りましょう。今の笑い声はリゼロッタの。お前はこの私を。ああ、そうでした。先ほどのお礼を差し上げますので、お手数ですが私の家までお越しください。町長さん、あなたの娘さんは。いえ、町の子供の誰一人としてあなたたちを恨んではいません。え？それだけは確かです。
あなたに取ってきていただきたい安らぎの香は、ヤナ荒涼地帯にいる魔物が落とすそうなのです。ルコリア、今は来客中だ。お前はノックもまともにできないのか？ママから話を聞いたの。町の人のために集会を開くんですってね。そんなことより、姉さんのお墓にお花の一つでも備えてきたらどうなの？忙しいとか言い訳して、まだ一度も姉さんのお墓参り行ってないじゃない。私には町長としてなすべきことがある。子供が大人のやることにいちいち口を挟むんじゃない。話の邪魔だ。さあ出て行け。まったく見苦しいところをお見せしましたな。近頃すっかり生意気になりまして。さあ集会まであまり時間がありません。安らぎの香の調達を頼みましたぞ。うちの大人たちったら、子供たちの幽霊に恨まれてるとか怯えちゃってバカみたい。ほら姉さんの日記読んでみてよ。姉さんたちは誰も恨んでない。毎日ダーマ神殿で静かにお祈りして大人たちの帰りを待ってるのよ。町の大人たちはすっかりお祈りに行かなくなったのに、これじゃあまるであべこべだわ。ついてこい。
勝てるかな。はっ、行きましょう。私は頼もしくなれたでしょうか。朝飯前だ。
おお、安らぎの子を持ってきてくれましたか。集会に間に合ったようで何よりです。早速渡していただけますかな。いや、助かりました。今回は特別ゲストもお招きしていますし、この集会はきっとうまくいくことでしょう。ためになるお話が聞けますし、ぜひあなたも参加していってください。皆さん、本日は突然の集会にお集まりいただき誠にありがとうございます。あの古い教会の事故が起きてから、この町は深い悲しみに包まれ、幽霊の姿に怯えるようになりました。そこで本日は、そんな皆さんを悩みや苦しみから解き放つため、この僕がやってきました。僕はサダク、悪霊に脅かされているこの町を救うためにやってきた旅の霊媒師です。うちの子、悪霊ですって？そう、悪霊なのです。恨みを抱いたまま死んでしまった者の魂は悪霊となって聖者を呪うのですよ。まずは悪霊が入ってこないように、安らぎの香に僕が用意した聖杯を混ぜて炊くことで、この集会所を清めましょう。あら、いい香り。ああ、なんだか安らぐよ。さあ、お子さんが生きていた時のことをよく思い出してみてください。彼らが何か恨みを抱くようなきっかけはありませんでしたか？子供に辛く当たった覚えはありませんか？私、いつも門限を厳しくしてあまり遊ばせてあげなかったわ。俺しょっちゅう勉強しろってお説教してたから、それが子供を追い詰めたのかも。なるほど。厳しいしつけに追い詰められ、町の子供たちは大人を嫌い、古い教会に閉じこもって遊ぶようになった。そして崖崩れにより命を落とし、この世に恨みを抱いたまま悪霊としてさまよっているのですね。このままだと皆さんは悪霊に呪われ続け、いずれは道連れに。ですが、ご安心ください。皆さんが悪霊に脅かされぬよう、これからは僕がお守りいたします。あなた、嘘つきね。姉さんたちは大人を恨んでなんかいない。この日記帳を見ればわかるはず。これは姉さんの遺品。この世とあの世をつなぐ特別な日記帳よ。中を読めばあの世のことがわかるわ。教会の事故で死んだ子供たちは自分が死んだってことに気づいてないの。子供しかいない死の世界で
どこかに消えてしまった大人たちが帰ってきてくれるのを待ち続けているのよ。ヌコリア、また私に逆らおうというのか。わざわざリゼロッタの字まで真似して随分手の込んだ話を作ったものだ。子供の空想で大人を振り回すんじゃない。空想なんかじゃ。さっさと出て行け。もう二度と私の邪魔をするな。うちの娘がとんだ失礼よ。大切な集会に水を差してしまいましたな。いえいえ、お気になさらず。今日のところはひとまずお開きにして、集会の続きはまた後日行いましょう。目的は果たせましたし、今日のところはこれで失礼いたします。悪霊のことは僕にお任せください。せっかく準備を手伝っていただいたのに、こんな形で終わってしまい申し訳ありませんでしたな。サダクさんの言った通り、安らぎの功のおかげで皆さん途中まではリラックスしてお話を聞いていてくれたのですが、これに懲りずまた次の集会にご参加ください。これは今回のお礼です。それでは失礼。ルコリアさんが心配なの。嘘なんて言ってないのに。そうだな、俺たちだけでも信じてるって言ってやらないとな。